はい、皆さんこんにちは。テリオンの小ネタの部屋へようこそいらっしゃいませ。ということで本日お伝えしていくのが、日本で初めて鉛筆を使ったのは徳川家康、伊達政宗も所有ということで、鉛筆ですね。身近に溢れている鉛筆というものを使ったのは誰だったかということについてお伝えしていきたいと思います。文字を書くための代表的な道具である鉛筆、大人になってからは使う機会が減ってしまったし、今ではシャープペンシルがあるので家にそもそも置いてない人も多いだろうということで、鉛筆は確かに私も持ってないかもしれないですね。うん。さあ、その鉛筆なんですが、日本で初めてその鉛筆を使ったのは実は徳川家康なんじゃないかというね、説があります。さあ、そのお話本当なんでしょうか。さあ、調べてみっていくとですね、徳川家康が使った鉛筆がですね、今でもね、残っているっていうね、場所があるらしいんですよ。で、その鉛筆がね、保存されているのが、徳川家康を祀っていることで知られる、久能山東照宮というね、場所だそうです。こちらのね、久能山東照宮というね、お寺なんですが、こちらの存在している場所がですね、静岡らしいですね。静岡の聖地ということで、久能山東照宮ね、存在しているそうなんですが、こちらにですね、その鉛筆がね、祀っているそうです。さあ、で、徳川家康公のですね、鉛筆が見つかったのもこの神社であり、そのまま敷地内の博物館にて保管されているそうです。で、この鉛筆が徳川家康公のですね、所有物であった可能性は高いんですが、どのような経緯で手に入ったのかは分かっていないそうです。でそもそも鉛筆はですね、諸外国で発明、普及していた筆記用具なので、当時の日本ではあまり普及していなかったそうです。まあね、どっちかっていうと筆ってイメージありますよね。で、だからヨーロッパあたりの国から献上されたのではないかというのがね、考えられてるらしいんですが、そもそもヨーロッパに鉛筆があったのかどうかっていうのもね、怪しいとこですよね。だって徳川家康ってことは1600年頃ですからね。でこの鉛筆は現存する中で日本最古のものだそうです。で、徳川家康公が日本人で初めて鉛筆を使ったと言われているのも、この理由からだそうですね。で、江戸時代の鉛筆といっても形状は現在のものとあまり変わっておらず、削って使うタイプのもので、存在しているそうです。そうなんだね。でも、自動で削るやつとかないでしょうから、多分刀とかなんかそんなで削ってたんでしょうね。で、徳川家康公と同じくですね、戦国武将で知られる伊達政宗さんのね、遺品からも鉛筆が見つかっているそうです。こちらも入手経路は不明ですが、素材から諸外国の品を参考に、政宗さんがね、部下に作らせたものではないかと考えられているそうです。こっちは作ったって方か。すごいね、献上品じゃなくて。自分でね、鉛筆で作らせたっていうんだったらね、鉄砲を量産した時のさ、精神と一緒だよね。鉄砲もさ、なんかその信長の野望で知ったんだけどね、外国から来たものを国産でね、作り始めたっていうねすごいことやってますからね。そのためにわざわざその義士の人と結婚とかしてさ、教えてもらったとかね、そんなこともやってたっていう話でしたよね。さあ、鉛筆なんですが、メーカーは違えどね、長さはね、どれもね、似たようなものなんじゃないかっていう風に、なっているそうなんですけど、ね、日本で鉛筆を売るときにはですね、規定の長さを守らなくてはならないっていうルールがあるらしいんですよ。で、その長さは何ミリかというと、何ミリだと皆さん思いますかね。実はですね、172ミリ以上ということで、17.2センチかな、以上の長さが必要だそうです。これはね、実質日本工業規格として定められているそうで、これによって定められた長さより短い鉛筆は売ってはいけないと。どうなんだろうね。売ってそうな気がするけどね。なんか、遊び的な鉛筆でね、子供用とかね。どうしてこの長さに決まったのか定かではないが、大人の手の大きさを参考に、ドイツ人のルター・ファーバーという人が提案したと言われているそうです。ちなみに鉛筆の軸径の太さも8ミリ以下と定められているらしいです。そういう工業規格って結構調べていったらいろいろありそうですね。さあ、こちらがですね、徳川家康公が初めて使った道具が、出会った、ね、初めて使った道具であったというか、鉛筆を初めて使ったのは徳川家康公ではないかというですね、
ことについて今回はお伝えさせていただきました。いかがだったでしょうか。はい、じゃあチャンネル登録、高評価、コメント等もしていただけると非常に嬉しく思っております。それではまた次の動画でお会いしましょう。またね、バイバイ。